今日どんな夢を見たって、そう、その話したかったの。めっちゃね、不思議な夢をね、見たの。あのさ、あのツイッターでさ、めっちゃ怖かったって話したじゃん。今日の朝のツイートでね、怖かったって話をしたんだけど、なんかね、今思うと、なんか起きた時はすごい怖かったんだけど、なんかね、怖かったっていうか、なんかね、変なのよ。すごい変なの。なんか、あの、最初は、ゾンビじゃなくて追われてたのが、なんか最初はなんかね、あのスーパーヒーローみたいな、なんか悪いスーパーヒーローみたいな、ヒーローじゃないか、なんかスーパーヴィランみたいな、なんかそういうなんか能力持ちのなんかめっちゃ怖い人みたいなのに追われてて、でなんかそれと、あと仮面ライダーに出てくるような悪役みたいな人に追われてたのよ最初。でなんかその悪いやつが能力のない一般市民たちをすごい襲うのね。だからそれが嫌でめっちゃ逃げてたんだけど、私もなんか何かしらの能力を持っているんだけど、なんか何かしらの能力持ってるのは分かってんだけど、全然あのちょっと立ち向かう勇気がなくて、もうやだ逃げるみたいな感じでずっと逃げてたわけ、夢の中で。でだけどその一応その能力を持ってる敵だから強いわけよ。だから追いつかれそうになっちゃうんだけど、なんかもうそしたら味方の何能力持ちの人が助けてくれるわけ。で逃げろみたいになって、あ逃げるってなって逃げて、でなんか荒れ果てた荒野みたいな、すごい広い一面真っさらなとこに行くんだけど、真っさらなとこを抜けるとなんかとある建物に着くので、とある建物に着くんだけど、でそこの建物に入って、なんか入ったらなんか状況がまたなんか変わって、入ったらなんかそこが安全な場所みたいになるわけよそこが安全な場所になって、安全な、でもなんか私はその逃げてきた過程が あるから安全な場所だとは思ってないんだけど、他のね一緒に逃げてきた人たちとかがすごいもうなんか、よしここまで来れば大丈夫だみたいな、鍵閉めろみたいになって、鍵閉めて入ってこれないようにして、でなんかそしたらなんかもう能力じゃなくて今度ゾンビに変わって、お話がゾンビのお話になって、でなんか、まあ、そこのシェルター内っていうのかな、なんかその建物内にはゾンビがいないくて、その外にゾンビがいるから、まあ、外には出れないですよみたいな感じだったわけよ。でもなんかそんなずっと安全なわけがなくてなんか味方の誰かがね、窓から入ってくるぞみたいな声をすぐ聞いて、あ窓から入ってくる、やばい、窓閉じろみたいになって窓閉じたわけ。でもなんかそしたらなんか人がバーンって落ちてきたよ、窓のそのバルコニーみたいなとこにバーンって落ちてきて、でもそれはなんか窓から入ってきたんだけど、それはゾンビじゃなくて人間だったの。人間が入ってきたんだけど、で私はその風景をなんか2階というかちょっと高いとこから見てたわけよね、2階かどっかから高いとこから見てて、そしたらその入ってきた中で2人がなんか苦しみ出して、なんかなって、でその後なんかうわーでゾンビに変わっちゃって、噛まれてたのかなゾンビに変わっちゃって、でゾンビになってその1階の人たちをなんか襲い始めるの、下にいた人たちをね、逃げろみたいになるわけで、私もやばい逃げなきゃってなって逃げるわけじゃん。でそしたらなんかこっからなんかここまではさ、なんか夢の中でよくありそうな展開なんだけど、こっからなんかね、なんか面白くて、こっからがなんかそれで私も逃げるわけ、やばい逃げなきゃって逃げて、なんか大広間みたいな、みんなが逃げてみんなが追われてる状態のなんか大広間みたいなとこに行くのよ。
大広間みたいなとこに行って、なんかさ、なんかちょっと面白いんだけど、なんつったらいいの、なんかね、なんかちょっとごめんなさい、あの好きな人がいたらごめんなさい、あのムロツヨシさんが出てきたのそこでなんでかわかんない、本当になんでかわかんないんだけど、ムロツヨシさんが出てきて、いやムロツヨシさんがなんか私をすごいあの追いかけてくるのよそうなんかすっごいなんかゾンビ化してるんだけど、すっごい意識があるムロツヨシさんがすごい追いかけてくるの、私ばっか、なんか他の人もいるのに、他の人はなんかもう逃げれるけど、こうなんかわーってこうなんか突っ立ってる中で、私すっごいその群衆をかき分けて逃げてるのに、ムロツヨシさんがすっごい追いかけてくるのそうでなんか私はなんかね、いろんな場所があって、そこの行動みたいな場所に普通の群衆がたくさんいる場所もあれば、なんかね、あの上りが階段でこう U 字になってて、こっちが下りか、下りが階段で上りがエスカレーターっていう、そういう U 字の場所があって、なんかその U 字の場所でなんかぐる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 回って逃げ回って、でそしたらその U 字の場所でムロツヨシさんが急にねボードを取り出して、なんか春のリリをゾンビにしたい理由みたいなそういうプレゼンを始めるの、なんか急にプレゼン始めて、あじゃあそれちょっとやってもらいながらやっててくださいって言って、私はさらに逃げるわけよでなんかそのなんかプレゼン始めたから、なんか逃げて、私が逃げて、でなんかその隣になんかね、お化け屋敷のお化け役講座みたいな、そういうなんか建物があってでそこのお化け屋敷のお化け屋敷講座みたいなとこにあのなんか入り込んで、なんかお化け屋敷だから一応暗いわけ、なんかお化け屋敷のそうなんか一応ね雰囲気を出すために暗いんだよ、その中に入って、え怖い、あ怖い無理あーってやってたら、そこにそこにムロツヨシさんがガチャって入ってきてってなってる瞬間でアラームが鳴りましたマジでよくわかんない、本当によくわかんない、何これみたいな、そんなお話、そんなお話でした。マジでおもろかった。なんかすごい夢を見てるときはゾンビに追われてるからすごい怖かったんだけど、後から思い返すと何これみたいな、なんかおもろすぎて、後から見返したときにね、なんでプレゼンしたんだみたいな本当になんかね、すごいよね。そう、春のリリをゾンビにしたい理由をムロさんが急にプレゼンし始めて、何それみたいになって